はいどうもつるちゃんでございます。今日は「趣味線に近づく」「修識」ですね。は皆今時期なりというところを読んでいきたいと思います。趣味線に近づけばすべてのものは金色となるということですね。と趣味線とは 古代インドの世界観における世界の中心に値するですね最高の山の名称とその周囲には九山八海があると趣味線の四方に四周があると言うと収式とは 多くの色、もろもろの色の意味であると。金色とは物心の色相をい、島黄金の色を指し、紫色を帯びた、清涼な金色であると。ここでは、趣味線を法華経に例え、 諸式を諸教に例え、今時とは仏心を表していると、すなわち法華経の題目を唱える人は、過去、御能公の在所を消滅し、漆のごとき悪号も白業の大善 宿命転換されるのであると。末法において三大法の第五本尊を受持し、有名精進する人は、皆宿命を転換し、絶対的幸福を確立することができるのであると。その成仏の境界を指して、金色なりと述べられていると。 妙法尼御前御返事に趣味線に近づく修式は皆今時期なり法華経の名をあ名号を保つ人は一生ないし過去御のんの国語、まあ、黒い語と書きますねの漆返事で 白号の大善と、あ、そうですね、大善ですね、となると。祝うや虫の善根皆返じて、根敷となり、騒涼なりとあると。趣味線は根敷なり、あれですね。法華経のみが成仏、得道の教であり、 一大勝教中の最高峰であることを例えている言葉と、趣味線とは古代インドの世界観における、先ほど言いましたね、これ、最高の山の名前であるよと、世界の中心に位置し、九山八海州、より成立すると、金色とは物心の。 色相いシ黄金といって紫色を帯びた清涼な黄金色が本色色のことですと薬黄盆の特異性ですね薬黄盆 賞に趣味線は金色なり一切の牛馬認定周長等この山によれば必ず本色を失って金色なり余山は叱らず 一切の諸教は法華経によれば元の色を失うとあるとここでは趣味線を最高の経典である法華経に例え金色をもって物心に例えているとすなわち最高唯一の商法である法華経によってのみ初めて物心を 成就することができるということであると末法根治においては三大法の第五本尊によってのみ促進成仏できるのであるということですねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますすでに登録してくださっている皆様もありがとうございますではまた次回の動画でお会いしましょう